ロシアソビエト連邦社会主義共和国、ロシアソビエト連邦社会主義共和国、ロシアソビエト連邦社会主義共和国、略称は、1917年から1991年まで存在していた、世界初の社会主義国家。また、複数の自治共和国、自治州、自治管区や、その他の地方区画から構成されていた、連邦国家でもある。 1922年以降は、ソビエト社会主義共和国連邦以下、ソ連の構成国の一つとなった。現在のロシア連邦の前身国家にあたる。1917年11月7日、旧暦10月25日、ロシア社会民主労働党が分裂して形成された、左派勢力ボリシェービキは、10月革命を引き起こして、ロシア臨時政府を打倒。11月9日に、 ソビエト社会主義ロシア共和国として成立した。ロシア内戦を経て、1922年、ロシア共和国、ザカフカース社会主義連邦ソビエト共和国、ウクライナ社会主義ソビエト共和国、白、ロシアソビエト社会主義共和国の4カ国によって、ソ連成立した。面積、人口ともに、ソ連構成国では最大であった。 ソ連構成共和国の中で唯一独自の国家を持たずソビエト連邦の国家を使用していた。正式名称は、である。略称は、日本語ではロシアソビエト連邦社会主義共和国と表記する。また、ロシアソビエト社会主義連邦共和国とも訳される。通称は、ロシア共和国、あるいは、 ロシア連邦共和国だが、ボリシェビキによって立ち上げられた国家であることから一部では、ボリシェビキロシアと称される場合がある。国名にある、ソビエトとは、評議会という意味である。英語での表記は、ロシアンソビエトフェダーティブソシアリストリパブリックであり、略称はロ、ロシアン SFSR、ロシア SFSR、または RS、RSFSR。なお、 1917年の建国時の国名は、ソビエトロシア共和国であった。1918年7月19日、ロシア共和国憲法の制定により、ロシア社会主義連邦ソビエト共和国で解消。この国名は1936年まで使用された。間接代表制を拒否し、労働者の組織、ソビエト協議会、 評議会が各職場の最下位単位から最高議決単位、最高ソビエトまで組織されることで国家が構成されていた。ただし、ソビエト制度が有効に機能した機関は、ほとんどないに等しく、ソビエトの最小単位から最高単位まで全てに浸透した私的組織、非国家組織であるソビエト連邦共産党、イカソ連共産党が、 すべてのソビエトを支配した一党独裁制の国家であった。党による国家の核単位把握及びその二重権力体制はしばしば同国家体制と呼ばれている。他のソ連構成共和国と異なり、長い間共和国単位の共産党組織を持たず、ソ連共産党が直接指導にあたる、いわばソ連の本土とでも言うべき存在だった。 ソ連末期の1990年6月に、ソビエト連邦共産党のロシア共和国支部という位置づけで、ロシアソビエト連邦社会主義共和国共産党以下、ロシア共産党が設置された。最高国家権力として、成立当時は、全ロシアソビエト大会及び、ロシア中央執行委員会が設置されていた。その後、ソ連成立に伴い、 ソ連全体を統括する最高国家権力機関であるソエト連邦ソビエト大会及びソ連中央執行委員会へ移行。1936年制定のソ連憲法によりソ連最高会議へ変更された。1937年に制定されたにより、ロシア共和国内にも最高会議が設置されたものの、ソ連最高会議の決定した内容を追認する。 機関であった。また、ロシア最高会議幹部会議長ロシア共和国国家元首はソ連最高会議幹部会の副議長を兼任する慣例となっていた。そのため、ソ連は連邦制を取るものの、実際は各構成。国がソ連の国家権力に従う。中央集権体制であった。特にソ連共産党が直接指導していた。ロシア共和国はソ連内で。 長らく境外化した存在であった。その後、ソ連末期の1990年諸島になってからは、ボリスエリツィンら急進改革派が台頭し、主権宣言を行うなど、ソ連内で急激に影響力を持つようになった。最終的にはソ連崩壊並びに、ロシア連邦の成立へ至ることになる。1922年以降は、連邦国家であるソ連の中に、 連邦国家のロシア共和国が含まれ、さらにその中に共和国等があるという、キーな国家構成をとっていた。1991年のソ連崩壊時点で、16の共和国、自治共和国含む、自治州、自治管区と、その他の地方区画から構成されていた。領土については、20世紀半ばまで何度か変化していた。 1924年10月27日、領内にあったトルキスタン自治、ソビエト社会主義共和国が、ブハラ人民ソビエト共和国、ホラズム人民ソビエト共和国と合併し、ウズベックソビエト社会主義共和国、トルクメンソビエト社会主義共和国として、ロシア共和国から独立、ソ連構成国となった。1936年12月5日、領内にあった、 カザフジチソビエト社会主義共和国とキルギスジチソビエト社会主義共和国がそれぞれカザフソビエト社会主義共和国キルギスソビエト社会主義共和国としてロシア共和国から独立ソ連構成国となった1945年6月30日クリミアジチソビエト社会主義共和国はクリミア州へ変更され1954年2月19日に ウクライナソビエト社会主義共和国へ移動された。第二次世界大戦では、数軸国などの他国へ侵攻して、占領、戦後処理で自国の領土として編入している。かつて、ロシア帝国領であったフィンランドに、戦前より領土活譲を強要したが拒否される。1939年から1940年にかけて、フィンランドへ、 侵略目的に起こした冬戦争に勝利。産業の要所であるカレリアなど、フィンランド領の約10%を割上させた。1940年3月31日、カレリア自治ソビエト社会主義共和国と冬戦争時にソ連の傀儡政権として建国されたフィンド民主共和国が合併し、カレロフィンソビエト社会主義共和国12番目の ソ連構成共和国として独立した。1941年から1944年にかけて領土回復を目指すフィンランドと行われた継続戦争でもソ連は勝利。フィンランドに再び領土を割上させてカレロフィン共和国に併合した。1956年7月16日、カレロフィン共和国はカレリア自治ソビエト社会主義共和国へ降格となり、 ロシア共和国へ編入された。1945年4月、独ソ戦のケーニヒスベルクの戦いにより、ドイツ領のケーニヒスベルクを占領。同地に、ケーニヒスベルク特別管区が設置され、その後ケーニヒスベルク州として、ロシア共和へ併合した。1946年4月6日に、ロシア共和国の政治家、ミハイル・カリーニンにちなみ、カリーニングラード州へ解消。 この州は現在のロシア連邦を通じて国内唯一の飛び地となっており、かつてはソビエトの不鎮空母と呼ばれたほどの軍事的に重要な拠点となっている。また、第二次世界大戦末期の1945年8月9日、ソ連は日ソ中立条約を破棄し、大日本帝国へ進行。南からふとと北方四島を含む千島列島を占領した。 1946年2月2日、南からふとと千島列島は、南サハリン州の設置に関するソ連邦、最高会議幹部改例に基づき、ロシア共和国に編入された。以降は、ソ連崩壊まで領土自体に、増減の変化はなかった。ミハイル・ゴルバチョフは、1985年に、ソ連共産党書記長に就任して以降、一党を独裁体制下で腐敗した。 政治体制を一新すべく、ペレストロイカやグラスノスチなどの改革運動を進めた。その一環として、1988年にはそれまでのソ連最高会議に代わり人民大議員大会の創設が決定された。1989年3月26日に第一回人民大議員大会選挙が実施され、ソ連共産党内で失脚していたボリス・エリツィンら、 旧改革派が多数当選した1990年5月にエリツィンはロシア共和国の最高会議議長に就任する。6月12日にはロシア共和国人民大議員大会でが採択された。7月13日、エリツィンは共産党からの離党を宣言する。1991年6月12日に行われた大統領選挙でエリツィンは 無所属で当選し、ロシア共和国大統領に就任した。また、1990年にソ連大統領となったゴルバチョフは、ソ連の核構成国の主権を強化し、バルト三国の独立宣言などにより崩壊が進みつつあったソ連をつなぎ止めようと考えていた。核構成国と調整した上で、国名をソビエト社会主義共和国連邦から、 ソビエト主権共和国連邦税に改めた連邦から緩やかな国家連合へ移行する新連邦条約の調印を1991年8月20日に予定していた。1991年8月19日、翌20日に調印予定だった新連邦条約に反発するゲンナジー、ヤナー F 連邦副大統領ら支球派はクーデターを 起こしたが、エリツィンら改革派や、市民の抵抗にあって失。クーデターの首謀者は、ゴルバチョフソ連大統領の側近たちであったため、ソ連の権威が失意。ロシア共和国がソ連より優位に立つことを決定する出来事となった。8月24日、ゴルバチョフはソ連共産党書記長を辞任し、同時に共産党中央委員会の解散を勧告。 8月28日、ソ連最高会議は、ソ連共産党の活動を全面的に禁止する決議を採択し、ソ連共産党は事実上の解体に追い込まれた。ロシア共和国はソ連から一層離反した独自路線に走ることになった。まず8月22日に、ロシア共和国最高会議は、水平方向に、白、瑠璃色、黄色の帯を大幅に排した布を、 ロシア共和国の棚国旗とすると決定した。同年12月1日、ロシア共和国憲法にも国旗の変更が反映された。8月25日にエリツィンは、ロシア共産党の活動の一時停止を定めた法令を出し、また、同党の資産を没収した。さらにエリツィンは11月6日、同党の活動を全面的に禁止し、ロシア共産党は崩壊に追い込まれた。 11月14日、8月20日に予定されていた新連邦条約の交渉が改めて行われ、ロシア共和国とベラルーシ共和国、そして中央アジアの5つの共和国の元首との間で主権国家連邦を創設することを合意し、ソ連の国名を主権国家連邦税とすることが決まった。しかし12月1日にウクライナ共和国で、 独立の是非を問う国民投票が実施され投票者の90.3%が独立を支持した。当初は連邦制維持に賛成していたエリツィも5000万の人口を養子ソ連第2位の工業国であるウクライナが加盟しない主権国家連邦にロシア共和国が加入することは利益にならないとして12月3日にウクライナ独立を承認した。 12月8日のベロベーシ合意において、ロシア共和国、ウクライナ共和国、ベラルーシ共和国はソ連を離脱して、新たに独立国家共同体、CIS を創設に合意。残るソ連構成国もそれに倣って CIS に加入した。ゴルバチョフは、協定について、三共和国の首脳のみで決定できることではないと批判し、 ソ連最高会議による新連邦条約及びベロベーシュ合意の審議、臨時人民大議員大会の招集と国民投票の実施を呼びかけた。連邦最高会議の憲法監視委員会も12月11日、合意は法的に無効であるとする声明を発表した。しかし翌12日、ロシア共和国最高会議はこれらの声を無視し、ベロベーシュ合意を批准する決議を行った。 12月17日、ゴルバチョフは1991年中にソ連政府が活動を停止することを宣言。12月21日、グルジアとすでに独立したワルト3国を除く11のソ連構成共和国元首が CIS 発足やソ連解体を決議たを採択。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。